皆さんこんにちは。49話永久欠番です。本日1月16日現在の三河に関するニュースをまとめましたので、ぜひご視聴ください。まずはこのニュースから。ハッピーバースデー。今日1月16日は長喜寺監督の55歳の誕生日、長さん誕生日おめでとうということで、おめでとうございます。長喜寺監督になられて、4年目ですかね。今シーズンも期待してますので頑張ってほしいと思います。次のニュースが、京都ディフェンス飯田選手が甲府にレンタル移籍、誇りに思います。背番号はリーグ戦で 24ACL で66番ということなんですけども、 ACL にも出場できるんですね。すごいなぁと思います。 J2 で唯一 ACL 出てる甲府、また熱い戦いを期待してます。頑張ってほしいです。これはヴァンフォーレ甲府新加入選手、ようこそヴァンフォーレ甲府へ。2024シーズン共に戦いましょう。飯田隆博選手ということです。で最後、京都サンガの川崎が語る契約更新の進出、興味を持ってくれるクラブはあるけど意味深ですね。 J1 の他のクラブか、もしくは海外のクラブはというところなんですけども、なんとなくこの2024シーズンの夏ぐらいに海外に行ってしまうのかなという気はしてます。ただ川崎颯太選手だけじゃなくて、福田慎之介選手や原太一選手等にも興味を持つクラブ出てくるのではないかなと思うんですけども、2024シーズンは最後までいてほしいと思います。本日の動画以上ですかね。また三河に関する移籍情報やニュース噂等があれば動画投稿しますので、ぜひご視聴ください。ありがとうございました。